代表の馬場より皆様にお訴えをさせていただきました。さあ、それではここ千葉第1区から立候補し粉骨砕身働くことをお誓い申し上げております、与田勝孝候補より皆様に政策のお訴えをさせていただきます。よし、最高よ。こんばんは。日本維新の会、この稲毛から立候補させていただきました与田勝孝です。私はみずほ銀行で12年中小企業融資、そして事業再生を、中小企業支援を12年やってまいりました。そしてこの後ろにあるみずほ銀行稲毛支店でも3年地域の中小企業支援に奔走してまいりました。とっても経営が、企業の経営が悪い状況の、景気が悪い状況の時代でしたので、もう事業再生に奔走しておりました。その後銀行を辞めてこの稲毛の地で介護事業を立ち上げ、今は介護事業15の事業所、保育園8つの事業所、そしてクリニック4つの事業所を運営しております。500名の介護士、そして保育士、そして医療従事者たち、必死に今千葉市民2000人の要介護者、そして保育園児たちを支えてくれてます。皆さん、この35年間我々国民は揺れ返る状態でした。消費税は平成元年に 3% から始まり 5%、8%、 民主党時代も消費税引き上がり、令和元年には 10% になりました。健康保険料においては 6% が 10% になり、厚生年金保険料は 5% から 3.7 倍の 18% になりました。さらには介護保険料も 0.6% から3倍の 1.8% になった。我々国民はもう揺れ返る状態からそろそろ目を覚まさなければ死んでしまいます。それだ。物価も上がり、ワンパック卵100円で買えてたのはついぞや最近の話です。今は200円300円当たり前、そして我々の給料が2倍3倍になったでしょうか。そうだ。手取りは下がり、社会保険料があり、一体我々はどうやって豊かな生活を営めているんでしょうか。今私はエッセンシャルワーカー、介護職員、保育士500人抱えて14年やってきましたが、今回介護報酬改定で訪問介護の介護報酬が大幅に下げられました。ご存知でしょうか、この1年で過去最多の介護事業所の倒産件数を計上しました。皆さん、要介護者は増えている、高齢者は増えている、逆に介護事業所は倒産最多です。一体この矛盾をどうやって現場で支えろというんでしょうか。そうだ。保育士たちも赤ちゃん、自分たちの大切な子供たち、0歳から5歳までの子供たちを預かっている、貴重な命を預かっている保育士たちの給料、平均年収より100万円低いと言われています。私も必死に現場の職員、エッセンシャルワーカーたちの給料を上げたい、そのつもりで必死に賃上げしてきました。しかし介護報酬は下げられる、さらには保育園の運営費は上がらない。皆さんご存知の通り、保育園も介護も国が決めた公定価格で運営されています。私たち現場の職員たちが減っている、なぜかそもそも労働人口が減っている中でも賃金が上がらない、さらには介護報酬を下げられる。一体どうやって大切な皆さんとお子様、そしてお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんを支えればいいんでしょうか。皆さん、ヤングケアラーなんて言葉ございますが、そんな言葉あるのは日本だけです。そうだ。そもそものケアをする介護職員たちの給料を上げれば、その職に就きたい、そして豊かな生活が送れるんだったらケアをして、そして豊かな生活を送りたい、そう思えるはずです。そうです。皆さん、そもそもの社会保険の引き下げ、そして消費税の引き下げ、それを実行しなければ少子化対策なんか実行できないです。
皆さんの手取りが増えなければ、子育て世代の手取りを増やさなければ、子供を作ろう、そして家族を増やそう、さらにはマイホームを買おうという消費志向にはつながらないんです。そうだ、ぜひ皆さん、今の自民党政権のやり方、増税増税、社会保険料引き上げ、もう財源がないからという言い訳にして、我々現役世代、そして子育て世代の手取りをさらに引き下げていく、物価が上がる中で我々の賃金を上げられない、先ほど代表もおっしゃった通り、私の中小企業経営して14年になりますが、そう簡単に賃上げなんかできないですよ。皆さんの力をぜひ今回の衆議院選挙において、この千葉1区稲城においては期日前投票、土日もイオンの4階でやってます、イオン稲城店4階でやっております。ぜひ維新の与田、ひらがなで結構です、与田2文字です。そして比例の政党名は維新、維新です、ひらがなで結構です、これも与田の維新書いていただければ今の自民党政権と倒せます。皆さんの力をぜひお貸しください。ご清聴ありがとうございました。よしよしよし、皆様、本日はご対応の中にお集まりをいただきまして誠にありがとうございました。本日はこちらの JR 稲毛駅東口の会場をお借りをいたしまして、皆様に日本維新の会の訴えをお聞きいただきました。本日は改めてご紹介をさせていただきますが、日本維新の会政党代表の馬場伸幸、そして参議院議員の青島健太さん、ありがとうございます。そしてこの千葉1区で今まさに皆さんに政策をお伝えしている立候補者の与田一孝でございます。これからも限られた選挙戦の期間の中、最後まで粉骨砕身、しっかりと走り抜けてまいります。皆様の変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。お集まりいただきありがとうございました。そこお残りの方々、これから馬場がご挨拶に伺いますので、遅くまでありがとうございました。宇田さんもぜひ一緒に、遅くまでお残りいただきましてありがとうございます。日本維新の会千葉1区与田候補者席とも皆様お願いいたします。そして遅くまでそこお残りをいただきました皆様、今代表の馬場ご挨拶に伺いますので、ぜひ握手をしていただければと思います。長い間お聞きをいただきましてありがとうございました。日本維新の会与田一孝、ぜひともよろしくお願いいたします。代表当たるとき車気をつけてください。